3210、はい、今回の動画はカスタムレースでのグランドファイナルに向けたというか、そうですね、まあ、ちょっとグランドファイナルを意識して、まあ、定数は最大で11艇、定種はいろいろほぼ毎回違う船を選んでやっています。風はちょっと強めかな、20ノット前後、まあそれより強いかなぐらいでやります。最初はレーザー20秒前、さあ最近、まあ、考えてることはですね、やっぱこう霜争いとかそのピン争いってやっぱりあんまりやんない方がいいんじゃないかっていうのはあってですね、まあ、今回はミスってしまいましたが、さあ生き残れる道あるのでしょうか。お前通れればわりかし生き残れます。で、そうですね、そのピン争いをめちゃくちゃ激しくやる時ってあるじゃないですか。でもあ、ここをタイトされましたね。ここはさすがに逃がしてくれませんでした。皆さん左に触れると思って左に、さすがにそのピン争いの話に戻ると、そうですね、やっぱり結局フリートの中でマッチレースやってるようなものなので、スタート前ではありますけど、それで、まあ、相手と、まあ、実力が互角だった場合、勝率は2分の1、50% なんですよね。で、50% の確率で、もし負けるとしたら、その争いって結構、期待値低いというか、全然なんか嬉しくない。相手にとってもそれ嬉しくないと思うんですけどね。だからなるべく、まあ、だから相手の実力、そのピン近く、でのその並び方のうまさを見極めて、まあちょっと言い方はあれですけど、相手が自分よりも動きがあんまり良くないなって思えば、あとはなんか勝てる自信がある時は、なんて言うんでしょうね、その別に互角の相手でも勝てる自信がある時は、まあ積極的に争うんですけども、であとは何でしょうね、もうピンじゃないとかなりきつくなる時は、まあその成功率が5割だとしても、まあ、行く価値はあるかもしれないんですが、まあ、よほどそういうそうでない限りは、リターンが見込みにくい時は、そうですね、あんまり争わなくていいんじゃないかな。例えばなんか風の読みにあんまり自信がない時とかは、なんかピン取ったはいいもののそんなによくありませんでしたっていうのはよくあることなので、そういう時とかは、はい、争うのはちょっともったいないかなっていう。成功しても美味しくないし、失敗したらもっと美味しくない状況になると思うので、っていうので、まあ最近、まあ前から、まあちょっと、まあ前からというか、まあ一般的な考え方になると思うんですけど、相手にその攻める気をなくさせるような、ピン争いをもう序盤で、てか、序盤というか、30秒前ぐらいとか20秒前ぐらいから諦めさせるような位置取り、並び方っていうのを、まあ、探って、まあ、そういうのがないか、ちょっと、考えることは結構ありますね。で、やっぱり、なんて言うんでしょうね。相手が上手い場合と、相手がめちゃくちゃな感覚っていうか、ね、その全然時間感覚とか場所感覚ないのに突っ込んでくる場合っていうのが2つあって、危ないのが、まあ、1個目の相手が互角の場合はそれで、結構なんだろう、ちょっと緩めに、まあ、牽制するような位置にいても、まあ、諦めてくれることはあるんですが、まあ、もっと上手いと、まあ、その緩さを見切られて、まあ、ピンを狙ってこようとしますし、相手が全然、逆にこっちが結構いい、ほぼほぼ完璧な位置取りをしているときに、
相手が下に入ってきてっていうのもあるので、そうですね、そこら辺、その、まあ、今はなんかなんとなく今下ピンの想像してるんですけど、上ピンはどっちかというともうちょっとおとなしい感じで攻防が繰り広げられる、結構みんなピンチ気味でというか、なんていうんだろう、ゆっくり攻防が進んでいくと思うんですけど、下ピンって結構激しく動くことが多いんですよね。でそれで激しく争った挙句なんか、まあ、どっちかが沈んでったり、まあ、さっきの話に戻すと、まあ、そうですね、その下ピンの手を潰すだけ潰して、自分はスタートできない、アウターの外側、クローズでアウターの外側行っちゃうみたいな、そういう攻撃の仕方をしてくる危ない、人もいますので、そういう手がいるかどうかっていうのはん、いるかどうかっていう判断も、結構大事になっていきます。そういうのがいたら、もうそもそもピンは狙わない方がいいっていう話になってきますので、かといってね、結構なんだろう、何もしないとその下ピンに突っ込んでくる、深く考えずに突っ込んでくる人に、まあ、その下ピンを明け渡す、やすやすと明け渡すことになっちゃうので、それはそれであんまり美味しくないので、まあそうですね、まあ、ちょっと上側に寄せられるなら寄せて、まあ、その違う勝ち方というか、違うグッドスタートのやり方を、模索するって感じですかね。さあ、ここは、まあ、後ろとの距離は十分ありますし、前との距離ももうかなり開いてますので、特にやることはないですね。この日、まあ、パソコンでやったんですけど、パソコンの調子が悪いのか何なのか、最近あったラグですね、ラグというかバグかな、船が勝手に移動しちゃうっていう、移動したり方向を変えちゃうバグは、まあ、すぐ治って、まあ、その後の練習なんですけど、まあ、ちょっとパソコンの調子か何かの調子がおかしくて、少しカクついた、普通のラグですね、今回は。ラグがたまに、この練習中に見られますが、まあ、それだけちょっと気になりましたね、この練習中。さあ、今回の動画は待ち時間をカットしてあるので、次にレース目、ファーイーストですね。そう、録画してるのは2本目なんですけど、実は1本目に F50 やってて、まあ、3人しかいなかったっていうのもあったので、録画はしてないです。まあ、2レース目、さっきのレーザーからは、たくさん人が集まってくれたので、どんどん録画しています。まあ、さっきのレーザーの、レース中についてはなんか僕全然あんま解説してないんですけど、まあ、特に、やっぱスタートでミスったなってところですね。じゃあ次は、今回もちょっと、1よりは、フル加速っていうスタートになると思います。と言いつつ、フル加速と言いつつ全然フル加速できてないので、下の手にも遅れていきますし、上の手に対してもちょっと、へこんでいきます。つまり僕が一人負けですね。で、ここで早くタックすると思いますが、見逃してくれるわけにはなく、ちょっとリーバウの位置関係かな、気持ち。少し伸ばして、受けようとするんですが、まあ、無理ですね。なかなか捕まっています。この後左フレあるんですが、多分あるんですが、その手前でちょっと右も振れそうなので、少しだけ伸ばしています。ただ、あんまり右行きすぎると、今、ボートのこの人たちに、タイトカバーされる確率が高くなるので、早めに返しました。気持ち早めに返したんですが、まあ、気持ち早めに返したつもりっていうぐらいでしょうかね。で、ここは、まあ、この白い手タックしたがるだろうなと思って、タックせずに待ちました。
ここでタックなんですが、もうちょっと奥行くのかな。ここまで来たら、なんて言うんでしょう、左のフレ結構大きく入りそうっていうのもあったので、ちょっと左に寄せてみましたが、まあ、これ今考えると、ちょっとあんまり美味しくないです。多分真ん中ら辺で右に振れたんじゃないかな。これは28日ですかね、木曜日の練習になりますので、まだ記憶が若干あるレースもあって、これは、結局右に結構伸ばした手に、かなりのゲインを、かなり差をつけられてしまい、そうですね、はい、ちょっと挽回も苦しいな。まあ、この後は、もう一回左振れるので、最後は左なんですけど、この左はちっちゃいのでね、あんまり巻き返すこともできず、トップ集団はもうすでに左に来てるので、差もそんなに縮まらず、1、2、3、4、5、6、7、8位ぐらいですかね。このアプローチの場合は強引に突っ込むのかな。いや、多分後ろを避けていったんじゃないかな。ああ、ギリギリ。隙間ねじ込もうとしてる？あ、してない。まあそうですね。まあ、なるべくペナルティ受けずに、はい、開口するのがやっぱ、なんだかんだいいんじゃないかなと、はい、思ってますね。で、ここはなんか前の船がミスってくれたので、先に行きます。で、ここはまあね、即材しかないかな、やっぱり。で、この黄色い船がちょっと、位置関係が、難しくなりますが、まあそうですね、大丈夫でした。で、宗江さんでしたが、宗江さん多分これサブアカなので色がいつもと若干違う黄色なんですけど、まあ、それは置いといて、まあ前の船がミスすることを祈って、4艇ですね、前の船って、まあ、このシモのレオナールドに対しては、若干ブランキー与えていけばいいかなっていう。まあでもあんまりやりすぎると、はい、今みたいにちょっと反撃を食らう可能性があるので、まあでも、この位置ならやっけられるだろうと。で、ここなんかマークタッチしないかな。マークタッチしないですね。よかったよかった。ここはちょっと大回り開口、結構船を回しすぎちゃいますが、なんとか。このね、船回しすぎはね、なんか、やっぱいつもタックボタンとか使おうって思ってはいるんですけど、ついサボって舵操作だけでうまく決めようとしちゃうんですよね。やっぱタックボタンってミスった時、即タック即ジャイブの時のこのまあ赤いボタン、まあパソコンでやってるので TTT キーなんですけど、まあ、そのタイミングミスると本当に、ね、変な角度でビターンってこう一回止まっちゃったりするので、まあ、あとは角度大きくてもなんかグイーンってこうすぐことになっちゃうので、あんまり信用しきれないところがあるんですよね。だから手でやっちゃおうかなって思うんですけど、やっぱりそれはそれでぴったり VMG に合わせるのはなかなか難しいですし、ミスはかなりというか結構あります。本当に綺麗に合わせようとしすぎて、まあ回し足りないっていう、まあ結局回し足りなくて船が止まったりとか、まあ今なしもマーク開口の話ですけど、まあ紙マークのオフセットとかだと、まあそうですね、下るときはそんなに派手な動きではないので結構慣れているんですけど、まあ、やっぱりちょっとレーンがずれると走る、なんて言うんでしょうね、ラインがずれるとやっぱ後ろ前後の船との位置関係が悪くなってみたいなのはありますから、ここはちょっと船が止まってしまいます。 これもなんかうまく調整しようとした結果遅れてしまいましたね。で、ここはノージャイですかね。ノージャイだと思います。反対側風があるようにも見えなくはないんですが、さすがにノージャイですね。まあ、ここまで来ると、後ろの船にブランケ被せられたとしても、そんなに痛くないんじゃないかなって思ったり、
してます。でしかも幸運なことに避けてくれた。で僕がここで今なんでジャイブしたのかちょっとよくわからないんですけど、はい、これは、まあ、右伸ばし左回面の風を使うでいいんじゃないかなと思います。反対側の風ちょっと遠いんで、まあそうですね、やっぱ端っこが一番いいんじゃないかなと。若干距離縮まりましたかね、どうでしょう。もともと距離差がそんな なかったかな、うん、ちょっと記憶があれですけど、そうです、そんな近くはなかったか、近くはなかったですね、ここまで近くはなかったと思いますので、まあ実験距離縮められたんじゃないかなと。一定心分ぐらいかな、差は1、2停心。はい、さあ次は何のレース、49ですか。さあ美月さんの電撃参戦。はい、うん、この日は FC リッチさんはリアクションくれてたんですけど、多分予定が合わなかったり都合が合わなくて、はい、参加してないんですね。ムイムイさん、あずきさん、985さん、そうへいさん、あとゆきかんさんあたりは結構、はい、参加してくれました。 JL77 さんも参加してくれましたね。まあチームレースリーグでよく遊んでる人です。いや遊んでるというかよくプレイしてる人ですね。結構います、いる確率が高いですね。さあここは下側に和樹さんがいて、そう上側の船に下を入られたくないんですけど、ちょっとこれバブ出しすぎかなとも思いますね。で今上側の方で黄色い船が列の後ろからどっかに突っ込もうとしてるので、それだけ気をつけて、さあ今回フル加速決まるか。フル、まあ、加速はもうよかったかもしれないですけど、ちょっとスタートラインまでの距離が足りなかったですね。さあここはうまくコース引けるか。まあちょっと9853に対してはやっぱピンチしてタックさせたいですし、和樹さんの、ホープレスゾーンに入りたくもないので、ちょっと伸ばして走ってます。まあ、これ全然耐えれる、ギリギリ耐えれる距離感なので、はい。でここでタックしました。まあ、ここでタックしたのは理由があって、まあ、もっと早くタックすると、まあ、大きな右フレ掴めるかもしれないんですが、風が、弱いところを走ることになるので、あの真ん中のこの左フレがあんまり長い時間使えないので、はい、早すぎると、まあまあ、985さんは僕のせいでタックさせられたんですけど、あそこだとちょっと早いと。で、和樹さんのところまで行くと、まあ、風は強いところ走れるんですが、右のフレ、ここら辺真ん中ら辺での右のフレに対して原因できないしにくいので、はい、結果的に、はい、この2タックのおかげで僕がバーを出すことができました。でここで9853をタイドカバーしなかったのは、2位の和樹さんに、との距離を、広げないようにというか、2位と3位の距離を、縮めるように縮めるためですね、少しでも。そうすることで、はい、次のランニングとかで戦いやすくなるんじゃないかなと。一人逃げ、一人勝ちの確率を上げていきたいっていうのがちょっとあって、まあ、ここは少しさらに和樹さんに対してはオーバーセールをさせるような、ちょっと奥まで行くような、まあ、奥って言ってもこれ僕のジャストですね、僕のジャストに乗せて、まあ、和樹さんがもし先にタックしたら、まあ、タックするっていう感じで計画してたので、まあ、和樹さんはさっきタックフェイクをしてましたけど、まあ、それのおかげでね、失速もしてましたし、まあ、その後オーバーセールもしたので、これでだいぶ2位と3位が、接近してくれたんじゃないかなと思います。あ、何事もなければ逃げ切れそうですが、まだこの距離感だとブランケが全然かかるので、うん、何か走り方を間違えると負ける可能性は全然あります。ここは早めにジャイブを打ってみました。ここで和樹さんが、見逃すというか、僕に絡んでこないっていう判断をしたので、このまましばらく走ることになります。ちょっとここら辺で僕が走る角度が分からなくなるんですが、分からないというか、その後ろの船に対してちょっと低速がないなっていうので、ちょっと、はい、不安になってるところですね。
あ、ここはレイラーに乗せちゃいます。多分ブランキそんなかかってないはずなので、まあ、ここで、はい、速託すんのかな、これどっちだったっけ。 あ、さあ今回は赤いボタン、アタックボタン使って開口してきましたが、うまくいきましたね。だからこの界面は、最初に左が突っ込むのもありなん、ありかもしれないんですけど、僕はちょっとだけ、その触れの周期のタイミングによっては、少し右に行ってから左っていうのが好きですね。これだけで若干ゲインできる時もあります。実際。なんて言うんでしょう。今の触れの形だと、なんか、序盤に、ゲインできない左触れが入りそうだったんですね。そういうのがあるんですけど、その先に端っこ行くとゲインできない時ってあるんですけど、まあ、そのパターンだと思ったので、はい、ちょっと真ん中で、タックタックで、はい、今、この大きな左触れに乗せています。まあ、結果的には、そうですね、はい、悪くないんじゃないかなと。右の触れ、まあ、一見、この9853かな、黄色い船、下側の、まあ、右界面に寄ってる9853高くなるんじゃないかと不安になることはありますし、まあ、ちょっと低速も出てるので不安なんですけど、はい、まあ振れがかなり大きかったので 僕の走ってる位置でも全然大丈夫でした。元々のリードもありましたので、はい、ここはちょっと9853にブランキかかる形になりますが、多分そうだよな。そう、まあ、とりあえず僕は中逃げ切れそうですね。僕はなんか70度ぐらいで、走ってから90から100度、95度ぐらいの角度でオフセット向かうのが、好みですか。どうなんでしょう。これ早いんでしょうか。後ろは985さんと和樹さんの一騎打ち。まあ、いや、ちごさんじゃなくて、かずきさんの方が、マークタッチをしたので、まあ、その分、はい、9853リードかな。まあ、結果としては、僕が最初に9853にタイトカバーしなかったのが、まあ、いいプレッシャーに、かずきさんへのプレッシャーになったのかなと。まあ、プレッシャーだけじゃなくて、もう、普通に、なんて言うんでしょうね、やりにくさというか、そういうのが。はい。やりにくさにつながったんじゃないか。で、ここは、和樹さんが一回神突破を試みますが、ついちゃいしました。ここはレイライン際なので、まあ、9853もしかして、まあ、多分逃げ切れるかなっていう位置関係ですが、少し最後のジャイブの後にブランケ、和樹さんが入れられそうなので、和樹さんのブランケに9853が入りそうなので、まあ、ちょっと順位が気になるかなっていうところですね。さあ、今回は1位を取ることができました。真ん中ら辺から出たんですけどね。で、しかも、バグがそんなに出てるわけではなかったというか、和樹さんにちょっと、あれかなと思ったんですが、はい、勝ってました。で、次のレースいきます。1カミのコース引きが良かったですね。さあ、ナクラはちょっと定数が減って、竜造さんが参加されましたね。宗平さんがいないですが、あとはマイクって呼んでいいのかな、これは。さて、この風どっから出ますかね。どっちに伸ばしましょうか。まあ、ここ結構適当なスタート手が並び方をしてますね。まあでも、ここら辺かな。やっぱ紙ピンってほど紙ピンではないのかなって今思ってますね、きっと。9853結構登ってきたので。ここの霜の開け方もちょっとザルというか、最後は結構ビビってますね、これ。はい。で、ここは霜側の船に潰されないように。あれ、雪換算かな？黒い艇が今回に見ているんですけど、雪換算だと思います。で、これは、ちょっと左行きたいので、結構寄せました。で、これ以上行くとちょっと寄せすぎかなって思って、ここで返したんですが、で、反対側のミック
ク、マイク、マイクって呼んでみましょう。マイクをちょっとタック返すのが早すぎて、右のフレーは掴めてないですね。もっと右伸ばせば、もうちょっとゲインされたかなとか思ったんですが、僕は、一方、この解明めちゃくちゃ難しいと思うんですけど、これは真ん中ら辺が意外と勝てるんじゃないかなと。いうことで、そろそろタック返すと思います。返しました。まあ、これもちょっと早いかな。ちょっと早いかな。少しずつ、はい、風が見えてきたと思います。緩く右が入った後に最後というか、その次のフレは左が来そうなんですけど、これ若干ね、そう、右のフレにもう少しかませる必要あるんじゃないかなと思って、はい、もう一回、タックに2タック打って、あとそうです、その、さっきのマイクかな、青い手も、一手右に向かってる船がいたので、そっちに、その船に原因されないようにと。で、ここで後ろ通られる、2位の雪観さんに、後ろ通られるんですが、まあ、これは、最後左フレを信じて、はい、無視しましたね。全然対、ルーズカバーというか、カバーしに行ってもよかったんですけど、まあ、最後左フレは、ほぼほぼ、確実だと思ったので、はい。まあ、その2位以降の、との距離を広げるためにも、また、まあ、2位との、2位に対しても、ゲインしてしまおうと思って、ちょっと貪欲に、コースを引きました。で、まあ、あとは、ブランケは多分かからない位置まで来れたと思うので、そうですね。で、ラインをちゃんと読む、あれあれ。そうそう。まあ、とりあえず、そう、A ラインがちょっと難しい。オーバーセールだけはしたくないので、はい、少し手前で2ジャイブして合わせました。でも今回のマークは確実に右回らないとまずいので、はい、回っていきます。ちょっと大回りエントリー、結構広めのエントリーでしたが、回ってみたらそんなに悪くもなかったですね。じゃあこの後結構そう、このフレは結構奥までかませた方がいいんじゃないかなと思って伸ばしました。そんでここもね、2位の雪観さんを全く見ずにコース引いてたんですが、僕はどちらかというと、今回は特にフレに自信が、フレの読みに自信があったので、はい、後ろを見ずにコースを引きましたが、フレに読みに自信がない時は、周りに合わせますね。そこは切り替えて、はい、やっていきます、やってます、うん、でまあ読み通り左の振りかなり残ったんで、でもここら辺でちょっとずつ右入っててますね。そのただ奥の振り、奥の海面の色見る感じだと、そう最後にもう一回左入りそう、なんか分かりますかね、これですこれはい、ここら辺でちょっと斜めの感じが見えているので寄せました。ここはフレタックで若干ゲインしたんじゃないかな。さらに多分リード広げられたと思うんですけど、はい、このままフィニッシュします。まあ、今回もなんだろう、スタートとしてはちょっとなんて言うんでしょう、甘かったというか、下のルームの開け方といい、加速の仕方といい、結構ダメでしたが、まあ、他の人はそれ以上になんかあんまりうまくいってなかったようなので、はい、勝たせてもらいました。あと1カメのコース引きも結構難しかったと思うので、まあ、多くの人が結構長く走る距離の長くなってしまうコースになったんじゃないかなと思います。まあ、そのおかげで結構こんなに距離が、はい、広がっちゃいました。リコールとかなんかあったのかな、わかんない、そこまで。そうですね、まあ、1回目で結構やっぱ差が開いてたのかな、うん、まあスタートタイミング的には良くて、はい、こんな感じです。なんかね、最近ちょっと自信ついてきたというか、なんか分かってきたような気がするんですけど、うん、たまにミスるのでね、気は抜けない、油断できない。さあ今回はちょっと日本のプレイヤー少なめで、海外からの参加が多くなってきました。これはこれでね、
新鮮味というか、まあ、面白くていいかな。今回そのカスタムレースを、まあ、コードなしで立ててるので誰でも入ってこれるようになってます。で、特に海外に向けては告知してなかったんですけど、はい、こんだけ集まってくれました。さあ、ここはまた真ん中ら辺から出ていこうとしてますね。なんかピンを狙わずに、まあ、真ん中から出てどんぐらい走れるかっていうのの研究でもありますし、フル加速スタートっていうのの練習、フル加速スタートの練習にでもありますね。はい、ここちょっとまた聞く、少し怖い思いをするんですが、今回タイミングが悪いですね。タイミングが悪くて、左フレも結構きつかった。そう、左フレが結構きつくて、スタートラインまで足りなかったっていうのがあって、さあ、ここでタックしますが、ここ前通れるかなと思ったんですが、やっぱりリップされた相手に対して、はい、タックで追っかけて前通るのは難しいですね。ちょっとミスりました。ちょっとという結構痛いミスになりましたね。この後は、まあ、右振り結構入ってますし、左振れも見えてきてるっぽいので伸ばしてます。この奥の左振れで右の集団に勝てるとは思ってないんですけど、逆にそのタイトカバー誰かにされるのは簡単に予測できるので、手前で返すんじゃないかな、ここら辺で返すんじゃないかな、どうだろう。返しましたね。ここで返して、985さんがタックしてくれたので、ちょっと楽になります。ただもう一手赤い手が生きて、そうですね、985さんが、はい、こっちに来ると。これに対してはタイ、えっと、そう、タックで受けるしかないと思って寄せました。これね、振れが、結構、変に振れてるので、ノーヘルプだと、ちょっと厳しい。さあ、ここは13乗狩りしようと思ったんですけど、意外と、オフショアって難しいんですね。他の船もそうですけど、タック狩り、特にスタボからポートへの船に対してタック狩りってかなり、タイミングがシビアなので、あんま狙わない方がいいですよね。あ、ここは9853のペナルティを食らっていきます。で、僕はマークタッチをしないように。あ、ここは9853のラップを切れると思ってたんですが、切れずに。はい。でも、なんとか避けて走っていきます。ペナルティ結構今回は多いのでね、まあ、納得の順位というか、フリートの全体のレベル自体は、なんだ、極端に高いわけじゃないんですけど、はい。まあ、それでも、まあ、ペナルティ何回か受けると、この順位になりますね。でも、まあ、それ、思ったほど悪くないっていうのもありますね。ありました。ここは富士ビアと戦ってもいいかなとか思って、多分ブランキかけてますね。で、ここはイン18で取れてます。取れてますが、ちょっと避けてあげようかなっていう。で、ここめちゃくちゃうまいか、いこう。まあ、なんかいい位置関係になりましたね。やっぱり、極端にレベルが高いわけじゃないので、まあ、ゲート選択だとか、コース引きが、はい。まあ、その精度が高くない方もいるおかげで、ちょっと順位が上げられそうかなと。まあ、最後これ完全に左振るな見えてるんですけど、まあ、その前の真ん中から若干右ぐらいまでのフレがあるので、それ使わないとって感じですね。で、ここは、フジビアを後ろディップして避けて左側に伸ばしていきます。ここは絶対タックされたくなかったので、スタボでしたが、スタボ主張もできたかもしれませんが、避けました。だその、あ、まあ、あと、オンを一応打っておいたんですが、ここではちゃんと、レイラインまで伸ばされてきました。
ここは、スタブでエントリーしてる手に、なんか18条で勝てる判定出てたんですが、突っ込まず。はい。あ、で、ここは、あ、やばいやばい。大丈夫かな？マイク、少し確認しよう。大丈夫。大丈夫ですね。はい。そう。なんかそのルールの判定とかに納得いかない場合とかは、なるべく自分が判定勝ちできたとしても、はい、ぶつからないようにっていうのは心がけてますね。セミファイナルとかシーズンファイナルとかもうなんかどうしても1点が欲しいみたいな、そういうシチュエーションの時は、ちょっと申し訳ないけど、まあ、使ったり、まあ、使われたりもするので、そういうトリックみたいなの。だから、まあ、プラマイゼロってことで、まあ、使ったりもするんですけど、まあ、これ特に練習レースなので、そういうなんかインチキみたいな勝ち方は避けると。はい、で、まあ、最後のランニングで一手抜かすことができたので、はい。4位でフィニッシュとなりました。さて、今回はポーリーさんが登場しましたね。J70 です。これミディアムからミディアムコースなんで、スタートラインの傾きそんなないかもしれないですけど、若干左のアウターの方が高いのかな。で、振れの予報とか的にも、しもなんですけど、これよく見ると、右の振り結構大きく見えてるので、この時点で。紙ピン速タックの方が安定するんじゃないかなと思っています、今。振り返って見てみると。これでしもピンはちょっとね、あんまり美味しくないですね。人が少ないからといえ、原因できないんじゃないかな。あと、ここちょっと、まあ、加速も弱いですし。で、結局ってタックしづらくなっちゃいました。いち早くタックしてほしかったんですが、あ、そうですね、ここでタックします。これ前通れればまあいいかなと。あ、でこれ下向けしてくれましたね。まあそう、一見高く見えるんですけど、まあ、スタート前、にまあ、10秒前20秒前とかにもう右の振れが結構大きく見えてきてたの、で、まあ、やっぱり紙から出た方が良かったですね。はい、ちゃんとヘルプさっきまでつけてなかったかな、これからここからつけてたっけ。ヘルプつけ始めたんですが、練習で、そのアリーナモードの練習でフリーヘルプつけ始めたんですけど、そうですね、左上の風表示って日本語では訳されてるヘルプですね。それにちょっと頼りすぎたのかなって、あんまり実際の買い目見なかったかなって。ここは早めにタック、ポーリンさんかな、これ。ちょっと、はい、ポーリンさんじゃないと信じてタックしたんですが、ポーリンさんでした。ポーリンさんにタイトかわしつつ左に伸ばしたんですが、これがまた良くなかったっぽいですね。結構右振りが続いてですね、思ったより続いたですよね。もうちょい右行くべきでしたね。もうちょっと右の船、右海面側にいる船が、寄せてくるのを待ってからタックするのでも遅くないかなと思います。ここはでも風表示的には左振りが入ってますし、まあ、僕の目でも、まあ、左振り来るんじゃないかと思ってたので、早めに左に伸ばしたんですが、まあ、結果的に、はい、スタート時には僕の方が高かったこの2艇が、はい、僕の前に来て、しかも1艇タイトカバーしてくる、僕のタイトカバーをしてくるという、はい、まあ、わからなくはないけど、ちょっと、まあ、普通に僕としては痛いなという、のがあって、
的なコース引きの範疇かなと思って許したというか、まあ、別にいいかなと思ったんですが、でここは、はい、スタボでゾーンにちゃんとエントリーして万が一のために、はい、万が一に備えてみます。でこれ即剤ですかね、これ一旦即剤が安定するかな、どうだろう。僕は特に外側に船がいるので即剤ですね。前の船はちょっと伸ばしかした後にジャイブなので、はい、右行かざるを得ませんでした。で後ろの船が割とこっち側についてきたのでどうしようかなと今迷ってるところです。でここら辺でさすがに風弱いなと思って寄せていきました。でここは走れる場所がなくてここですね。で、前の船、これムイムイさんか誰だろう、にはやっぱブランキかけちゃいけなかったのでこの隙間に、でやっぱりもうちょい右行きたかったんですね。このあんまり右側行きたくないんですけど、やっぱり、うん、今左海面側行きたくないんですけど、やっぱりちょっと風強いのこっち側なので行かざるを得なかったですね。で先に伸ばしてリーラインまで行っては、最後ブランキかけられつつ、最後18度これ取られてるんで、これまあ内側無理やりねじ込んだんですけど、はい、ギリギリ触られちゃいました。よくなかった、これは強引すぎてた。でこのタックポイントも最悪ですね。そこからどう巻き返せるか、ああなんとなく思い出してきたかな、これ、いや思い分かんない、この後どうなるんでしょう。まあもうビギの方まで行ってしまって、でもまだ今全体的にそうですね、まあ、1位も含めてあのブランケ合戦に、巻き込まれてたので、そんなに思ったよりトップとの差は開いてないですとか、まあ全体が結構密集してる感じですね。さあ前の人がかなりきつい位置でタックとか回収できます、まあ、これちょっと左行きすぎたかなと思うんですが、まあブランケとか避けた結果ここまで来ざるを得ませんでした。でここは結構右振れが右の、うん、周期が終わりかけてるなということで下受けして左に伸ばしています。どんだけ伸びるかちょっと読めないんですけど、まあ、この黄色の船に対してディップっていうのはないかなっていう、それだけですね。このガスブローさんかな、ガスブロール、ちょっと読み方わかんないんですけど、この人には抜かされなければいいかな、まあ、この人確かね落ちちゃうと思うんですね。この後あのやっぱ途中で落ちるのをやっぱ極力基本的になしにしてほしいなと、その人あってこそのコース引きとかしてるので、まあ、途中で抜けられるとなんだろう、なんか気が抜けちゃうというか、そのねえやっぱ話が変わってきちゃいますから、あムイムイさんとか、このトレーニングで何回か途中で落ちちゃってる時あるんですけど、多分、まあ、多分ですけど普通に通信不良で、通信切断とかされしてたんじゃないかなと勝手に思ってます。ここは前このポーリンさんの前通れないように思ったので後ろを回って再開で回ってきます。まああのダウンウィンドと そうですね、下巻開口でやらかしてるので、まあ、そのミスが響いて、はい、再開、まあ、あと一番再開、僕より後ろにいた手は抜けてしまったので僕が再開となりました。で風的には、この後左側の側材側、右海面側が、はい、かなり濃いので、こっちを走ることだけを僕は意識して意識すればいいかなと。で先にジャイブする船とかいるんですが、これは全部無視ですね。僕は、まあ、中盤から後ろぐらいにいるときは、もうとにかく風の強い方にマックスまで突っ込むことしか考えてないです。ほとんどね、ほとんど。
もう奥のレーライン、本船側のレーライン、この前の船にブランクかけに行くと、それちょっと弱いかなっていう。やっぱね、すぐ前の船にブランクかけようとするのは、まあ、中級者なのかなとか思います。やっぱり相手にブランクかけずに、もう船、一番風の強いところをフレッシュで走るっていうことだけすると、こんな感じで、順位を上げることができます。まあ、本当になんか接待されてんじゃないかなってぐらい、なんかみんな争ってくれたおかげで、まあ、10位から4位に上がることができました。そうですね。これ本当に上げるために、本当にもう何度も言われてることですし、僕も動画とか、まあ、ブログとか以前に書いたこと、ブログとかでも以前に書いたと思うんですけど、もう前の船にちょっかいを出すときは、本当によくその状況判断してからしてやることですね。基本的に中盤以降、あんまり走れてない時はやらない、それはしない。逆で、まあ、でも相手が攻撃仕掛けてくることはあるので、それは考えなきゃいけないですね。自分からは極力、ブランケかけに行かないっていうのが大事になります。まあ、かける時はかけるんですよ、もちろん。やっぱり状況に合わせてなんですけど。で、今回も真ん中ら辺からフルスピードで出していきたいなとか思ってます。で、ここちょっと場を出しすぎですね。下の船に、上側の船とかに、急にラップされても文句は言えないぐらい高い位置にいます。だから、ここ上側はもうほとんど並び終わってるので、安心して加速したんですけど、これも動き出しがやっぱ遅くてですね、その0秒のタイミングで、5.4ノットになってない、なかったと思うんですよね。ギリギリ、1秒後ぐらいにマックススピードとかになってたので、これやっぱ、もったいないですね。で、スター級の場合は、まあ、ベアして、クローズからベアしても全然スピードが出ないので、あんまり、なんて言うんだろう、まあ、リーチングくらいから、めちゃくちゃラフしてっていうよりかは、もうなるべく最後の数秒間は、まあでも、そうですね。まあ、リーチング走った方が若干スピード出るかもしれないんですけど、まあ、とにかく最大限のスピードの状態でスタートラインを切りたいですね。で、ここなんですけどね、ここで今回は、ボーリンさんが、まあ、珍しくというか、結構強気なコース引きを見せます。僕のブランケにちょっと入ってきてるんですけど、ここでポーリンさんがね、タックしないんですよね、全然。で、ここでやっとタックするんですが、ここまで伸ばされちゃうと僕がちょっときつくなります。まあ、総平さんのブランケに入り、ブランケってホープレスポジションに入って、ちょっと下手したらスタンプつけちゃうような感じですね。ここはちょっとポーリンさんに1本取られたかなと。ポーリンさんタックしたら僕も早めに返して、まあ、右回面にちょっと伸ばしたいかなと思ってたんですが、いけず、まあちょっと、スタート、まあよくは、最高によくはなかったんですけど、悪くはなかったところからちょっと厳しい展開になってしまいました。葉月さんにこれ勝てないかな。葉月さんがいいんですかね。ここなんかしら多分、ペナルティーかなんか受けるような気はしてますね。スタボが来てまして、あとポーリンさんにちょっと、ポーリンさんの後ろ通りたかったんですけど、通れなくて 迷ったんですね。なんか、ベアして奥行こうか、ギリギリ、普通にタックして隙間にねじ込むか悩んだ末、どっちつかずの動きになって、ペナルティを食らってしまいました。で、まあでもなんとか4位、なんとか4位は守れてるっぽいです。ここは即ジャイして、後ろのブランケが被らないところまでラフしようとしてます。ここはレイラインがかなり傾いてますので、めちゃくちゃ外側行ってます。これね、中入るのもまあなくはないというか、
戦い走り方の一つではあるんですが、やっぱちょっとあのブランケの中で沈んでいくと、どんどんやっぱ考えることも多くなりますし、迷いとかも生じやすくなるので、まあこっちでいいかな。風は弱いんですよね、こっち風が弱いので、その分を巻き返せるかと。さあ、ここでムイムイさんのブランケに入るとかなり美味しくないです。ムイムイさんも誰かに絡まれているというか、追い出される形、ガットーですかね、さんに寄せられているので、まあ、僕もちょっと巻き込まれる感じですね。ここは、はい、まあ、とりあえず左側のマーク、P マークだっけな、これ、P マークでは、はい、ちゃんと綺麗に回ってた。でこの後なんですけど、そうですね、右に行きたいところはあるんではあるんですけど、ちょっと場所がなくて。さあ、ここ、和樹さんにタックしてもらってから、タックじゃない、ディップだ。ディップしてもらった後に、ここ、ちょうどいい場所を見つけて、はい、タックしました。なんだっけ。僕はそこ、これヘルプ、ブランケのヘルプって意外と役に立つなっていう。思った瞬間ですね。でここは和樹さんがちょっと、はい、前通れると判断して、はい、ミスってしまいましたね。で僕はもう右のこれが終わりなように思ったので左側に行ってます。まあ、結構右左に返してる船は多いですね。さあ、これはレイラインまで行かないかな、レイラインまで行かないかって気がします。どうだろう、あ、行くか。これはちょっと青い船がいるので、レイラインで返すの、レイラインの手前で返すと、はい、カバーされるだけかなと思って、レイラインの奥まで行きました、多分。ここでムイムイさんか誰か、黄緑の手が、はい、ペナルティを食らったので、ちょっと楽になったかなと。フジピアが結構近いかな。さあ、左のフレが結構残ってくれてるので、右のフレも入りそうな見た目はしてるんですけどね。まあ、この今のタイミングだけ結構左フレ残ってくれてるので、はい、うまく回ることができました。この後は、かなり、風が左海面の方に触れてるので、即ジャイよりはノージャイで、あとは僕は結構140と結構伸ばして、結構もう本当に大胆に伸ばして、後ろのあらゆる船のブランケをから逃げるのが好きですね。まあ一種もでも似たような動きしてたんですけど、最初にめちゃくちゃ、まあ、片方に極端に触れてたらどっちかにめちゃくちゃ伸ばして、まあ、後ろのブランケをからもう全力で逃げると。こうなんか謎のジャイブが挟まれましたが、そうですね、風もう降りてきているような気がしてて、左海面側に、まあ、錯覚かもしれないですけど、で本体側の富士ビアに勝てるかどうかはちょっと分かんないですね。マイクと龍造さんの動き次第で、まあ、僕の運命が決まる感じですね。ここでポーリンと、これ結局英単語の発音だとウェアリーなのかな、そう、ウェアリーが、まあ、ポーリンさんと多分仲いいんですけど、まあ、それでなんか遊びみたいな動きしてくれたおかげで、最後抜かす順位チャンスができます。4位かな、まあ、あれがなかったら5位とかだったかもしれないですね。さあ、フチビアは結構下から上がってくるような順位変動でしたね。次はバルコラーナですね。ちょっとグランドファイナルでは使われないかもしれないんですけど、
念のためいろんな停止をやっ触っています。ちょっと待ってくださいね。去年のグランドファイナルで使われなかった停止は、まあ、AC75 と、まあ、イモカと、まあ、去年というか、まあ、今年の初めになるんですけど、まあ、去年度の大会って言えばいいんですかね、まあ、そうイモカ、AC75、あとバルコラーナ、あとフォーミュラ18、18、うん、この辺りが使われなかった停止になりますね。それ以外は逆に一度は使われたかなっていう。今回もなんか真ん中から出そうとしますね。ただこれ真ん中も美味しくないんじゃないかな。もうちょっと左から出してもいいような気がします。なんかちょっとね、はい、どうでしょう、ルームを無理やり作って最後、うん、これも加速がダメですね。 5.96 ノットになるまで遅く、もう何秒かかってるんだって感じですね。ここら辺の感覚がまだなんかよく分かってないので、はい、これちょっと本番までに仕上げないとなとか思いつつ、ただやっぱリコールするよりかマシというか、なんか逆、そう最近はあんまリコールはしなくなったんですけど、その分加速がダメだったりとか、ちょっと全体的に守りに入るセーリングが多いかな。まあ、このお見事は僕の上側にいる船に送っています。結構端っこから出して、うん、左フレーズ、うん、でこうマスタボの前通れるようになったらタックとか、まあ、みんなタック返したらタックとか、それ結構いいんじゃないかなと思いました。まあ、ですが、まあ、船は遅いのでもしかしたらちょっとだけ右寄せた方が良かったのかもしれないですね。うん、結構右フレーム戻りそうですね。どうなるんだろう。まあ、和樹さんがギリギリ1位なのかな。スタボ視聴できたら1位ですが、まあ、まあランニングでも結構争いは期待できるので、まだ分かんないってところですね。まあちょっと若干まだクイムが高いですね。ここは前で通れないよと判断してタックしちゃいましたが、ポーニーさんは後ろ受けてくれようとしてたかな。ここは最後スターボでゾーンに突っ込むために早めに返したんです。あ、そう、ここでねタック早すぎた、タック早すぎたおかげでこの下側の船に、はい、ちょっと寄せられてきつい思いをした。あ、でここでなんか当たっちゃいましたね。これは全然下側行きたかったんですけど、全然というか、なんだ、水槽性ミスって一緒の船にかぶされちゃって、もうどうしようもないって感じですね。雨降ってきた。外の人の声が今聞こえたんですけど、なんか今日は土曜日の午前中、昼前、雨降ってきたみたいです。さあ、これは風がちょっと、右海面側じゃない、左海面側が強いかなという思って、まあ、少し嫌ですけど、はい、寄せてます、左側に。で、コムイムイさんに、ちょっかい出すのは、まあ、NG ですね。この奥の船にちょっかい出しても全然いいんですけど、これも、あ、そうですね、まあ、極端に欠けてはないっていう弁明をさせてください。あんまりブランかけるつもりはなかったっていうか、どちらかというとこの僕の今の後ろに続いてる2手の、嫌な攻撃を受けたくなかったっていうのがあって、はい、ちょっと早めにジャイブしたらブランケが少しでかかっちゃったかな。で、ここはマークタッチをしていく、あんまり良くないですね。ペナルティ解消まで待ってからタックをしようと思ってますね。ただこのタックがいいのか悪いのかわからないです。もう一回タックするかな、ここで、うん、まあ、ブランケーズ出してるよりはここの方がいいかなっていう、はい。ただこれシモの船が、この後タックしてきたらスタボ主張されちゃうよなとか思ってますね。
ダニフレ風表示的には左上の周りとかの表示的には割と今触れるよって出てるんですけど、さすがに長続きしないと思うので、そんなに極端な左回面ではないと思うので、そうですね、ちょっと怖いですね。ただどうだ、そう、今もう一回左返した人もいますが、そういう構図引きも全然ありだと思います。で、僕も続こうか迷ったんですが、なんか見た目的になんて言うんでしょうね、これ以上触れるとは思わなかったので少し右に伸ばしましたが、あんまり右は右でそんなに美味しくないかなと思って一回寄せました。この後そのまま行っちゃうのかな、あの2点の手前で返すかな、はい、返さない、あ、奥まで行くんだ、奥まで行きました。あ、そうですね、若干最後左振るのかな、最後左残りそうですね、だから、はい、こんだけ振るならもうちょっと早めに返してもよかったかもですが、結局これ5位ぐらい、6位ぐらいかな、あ、もっと悪いかな、1,2,3,4,5,6,6 位ぐらいか、あの近身とかで、はい、うまく回れなかったのできつかった。さあ、ここは後ろの船に抜かされないことを今必死に考えてます。まあついてくるだろうなと、そうですね、あ、でも基本的にやっぱりこういう時も、まあ、後ろの人のアドバイスとすればあんまりやっぱブランギーかぶせに行くのは良くないかなと、僕はまあほぼほぼ一番風の強いところを走れるようにジャイブしてるので、そこから外れた位置でやっぱジャイブすると後ろの船に対してロスしたりとかあると思うので、とはいえ前の船を抜かしたいときはやっぱブランキかけるのが一番手っ取り早いというか、それしかないときもあるので、まあ、そこはやっぱり使い分けなんですが、まあ、単純に僕が攻撃されたくないって、いや、まあみんなの共通の願いだと思いますけど、ブランキ入れられたくないって、はい、思いますね。さあ、今回はイモか、ちょっと味を変えて、イモカをね、今回使われるか分からないんですけど、まあ、大体がセミファイナルまでに使われた定周しか使われないと思うんですよね、グランドファイナルで。まあでも一応世界選手権の予選でイモカとか登場してますので、まあ、可能性はなくはないかな。マルコラーノも数回多分ありましたし、フォーミュラも 1,2 回あったかなと思うので、記憶違いか分かんないんですけど、さあ、ここはスタート見ていくと、まあそう、イモカって結構出遅れることが多いので早めにスタートラインに向かいます。さあ、今回はフルカスクできるのか、今回のカスクは良さげですね。で、これでちょっと神の船が結構粘るんじゃなかったか、どうだったかな、タックしたいんですけどね、あ、そこのもう一個神か、もう一個神の船がタックしてくれなくて、タックしてがなかったのでジャイブしてを送って、これね、左伸ばされると、はい、全員で損するだけなのでやめましょう。もうあの船が見えたらもういち早く右行かないといけません。まあ、ということで、もともと僕のスタートの位置が悪かったですね。やっぱシモってこういうコースが引けない人、風がちゃんと読めてない人に連れ出される可能性がやっぱりかなり大きいので、そのリスクは常にシモ側にはありますね。上側はいつでもタックできる、右側のフレ見つけたらタックしやすいっていうメリットがあるんですけど、逆に、なんだろう、ちょっとでも、まあ難しい、ちょっとやめよう、
まあ、とりあえず今回は、タイトカバーここされてますが、うん、行くしかないですね。で、最後はもうピンチング、ピンチしてアプローチするつもりで、はい。一応これ、のぼしてペナルティー与えることもできるんですけど、それは極力しないようにしてます。これ無理やりのぼす人もいると思うんですけどね。そんな勝ち方はさすがにない。ここね、のんじゃい、のんじゃい、したいですけどね。逆に、のんじゃいした手をやっぱブランケに入れて追いやっていきます。右側に。最後でもこれ左、あと、ゲートの傾きあんまりないので、左回ってもいいんじゃないかなと思ってますね。まあ、自分のポジション的に右回るの難しそうなので、左回ってからなんとかしようと。前の船がソフトタックしたのでちょっと伸ばします。角度がちょっと乱れましたが。で、この後は、そうですね、なんか大きな右振れが見えてたのかな。ちょっと色薄いんですけど、大きな右振れが入ると思って、はい、右に最初から突っ込んでいます。まだ入らないですね。ちょっと振れ遅いかな、わかんない。少し早めにタックしました。結構オーバーセール、やっぱもったいないので、ちょっと早めに返して、まあ現に結構大きな振れが入ってますし、ここら辺が良かったんじゃないかな。最後2タック必要になるかもしれないんですが、まあ、ブランキーを走らないいい位置なんじゃないかなと。前の、ムイムイさんかな、もう、ムイムイさんは、タイトカバーしてくれなかった、しないでくれたので、ここはちょっと申し訳ないですが、タイトカバーしてからアプローチ。なんとか3位に上げることができました。イモカのこの長さのコースだと、ランニングでブランケ使って抜かすことはほぼほぼできないですね。まあでも一応ブランケかけに行ってます。最後はジャイブジャイブで、あと何レースあるかな、あと1レースありますね。このあと最後1レースあります。これは僕もブランケに入ってるのかも分かんないんですけど、まあそもそもブランケが弱いのかな。こんぐらいの低速だと特にあんまり効き目がないので、はい、脱がすことはできず、まあ、最後は風が右海面側降ってるので、はい、本線に突っ込んでます。ここでムイムイさんが落ちたのも、まあ、意図的なのか、なんか通信不良なのかちょっとわからないです。まあ多分不良なのかな。まあ、3位と。最後の停止はフォーミュラですね。まあレア停止なんですけど、結構やっぱスタート前のこの動き見てても加速感はあります。ラクラほどじゃないですけど、結構キビキビ動いてくれるなって思いますね、今見てみると。で、まあ、スタート覚えてるんですけど、どうなるかっていうのはなんとなく覚えてるんですけど、見ていきましょう。ナグラと同様に結構神向いて進むことが、ジェリジで進むことができるんですので、ここで白い手の神側を入ろうとすると多分加速ができなくなってまずい。
ってことで下側入っていきます。この真ん中ら辺から結局出ていきます。さあ、ここで結構ライン上げてしまって焦って、はい、リコールですね。ここ4艇がリコール。雄三さんと僕と和樹さんと藤部屋。もう1艇リコールしてたのかな、このあれ誰だろう。モーリー。デンマークの方も5艇ですね。計5艇がリコールという、なかなか波乱の展開になりましたが、やっぱり、船結構加速感がありましたね。早めにタック、誰もタイトしてこないことを祈ってタックしました。さあ、救われましたな。ただこの後どうフレーが来るか。まあ5点もリコールしてるので、ね、まあ、リコールしてる体の中での上位を狙いたいと。ちょっと前の第一戦で普通にスタートできた人とは距離が離れてしまいました。このフレ難しいんですけど、ちょっと右入った後に左かな。結局大きな左が後に控えているように見えるので、まあ左行きたい気持ちもあるんですけど、ちょっと望みが薄いと判断して、右奥にちょっとオーバーセールめで打てば大きな右フレが入ってくれるんじゃないかと。はい、ここまで出しました。まあね、そうそう、神マーク付近にブローの境目があると結構急に変なフレが入ってきたりするので、もう今前の人たちがそれで船止まったりしてますが、はい、まあ、なんとかリコールしてない船に追いつくことができているんじゃないかなと思います。さあ、ここは上側にラップ、うわあ、そう、これもちょっとね、船の挙動がおかしくて、あんまり登るつもりなかったんですが、はい、登ってしまい、ちょっとこの後の展開苦しいような、竜造さんに攻撃されやすいような位置関係になってしまいました。ただ、あんまり争っても来ないのかなと思ったんですけど、まあ、念のため保険で早めにタック、じゃない、ジャイブしました。で、この後は、もうこの2艇にこうちょっかいかけてもいいんですけど、これは真ん中ですね。この誰にもブランキかけないで走るっていうのが、やっぱ後ろ走ってる時の鉄則、僕の中では、はい、大事にしてることなので。さあ、ここはちょっとスピンを下ろすの早かったけど、なんとか回りました。で、ここちょっと左伸ばしたい気持ちがあるので、はい、なんて言うんでしょう、この雰囲気的にもう少し風強いとこいた方が低速出るんじゃないかなっていうので、はい、ここで2タック少しだけ寄せました。まあ、この後はずっと右突っ込むと思います。そうですね、まあこれ十分もう左大きく振ってるので、まあ、最後右フレ見えなくもないですし、なので、はい、右向かってます。どうなんですかね、これ。ただ右フレもあんまり入ってこないようには見えちゃいますけど、入ってくるんでしょうか。これ下請けしちゃいましたね。少しリスクはあるんですが、下で受けてみました。多分2タック必要になるんじゃないかな、これだと。どうだ、これ。まあフォーミュラはナクラほどピンチ性能ないと思うので、はい、2タックしました。前の4艇との距離が若干離れたような、元から離れてたような気がしますが。はい。で、まあ、この2秒で上げられることをちょっとだけ忘れて、早めに
上げた気はしたんですが、まあ、タイミングがよく、最後は風の強い方をに向かってとりあえず伸ばすと。これね、後ろの3手ケアしてもいいんですけど、ケアして先にジャイブ返すのも考えたんですが、結構これは奥行ってもいいんじゃないかなと。はい、はい、ここで後ろの船ジャイブしてくれたんで、ね、ちょっと奥行ってもいいんじゃないかと思ったんですが、よくよく風速計見てみると低速が出ない、風速があんまない、奥行きすぎてもあんま風速がなかったので、はい、まあ、ちょっとジャイブ何回かして、はい、ここがいいだろうと。はい、まあ、これは濃い、まあ、リコールから頑張ったんじゃないかなと。でこのレースで木曜日の練習分の録画が終わりですね。